ダイエットで間違った体になるな。ダイエットも頭で考えて行うと間違いやすい。頑張ってダイエットしたのにまた太ったしかも以前よりいらないところに脂肪がついたという方おられませんかダイエットして痩せる。また太る。次により以上に頑張って痩せる。その繰り返しを体重サイクリングと言います。 体重サイクリングの特徴は、一度痩せた体重に戻すために、無理なダイエットを繰り返し、その無理によって、体型や体調を崩すことです。1週間で痩せる、これを食べるだけで OK、誰でも簡単ダイエットこのような歌い文句が、ダイエットの宣伝で目立ちます。これら、簡単ダイエットには要注意。思わぬ落とし穴が待っています。そもそも、 なぜ脂肪がつくのか考えてみます体は筋肉脂肪骨血液などで構成されています。平均的には筋量の割合は男性で体重の45%程度女性は36%程度また骨量も男性は体重の15%程度女性は12%程度です。また 体の約60%が水分で筋肉や器官を作る源であるタンパク質は約15%脂肪細胞に蓄えられたエネルギー源としての脂質が約19%と言います人間はその人特有の体重があるという説がありますセットポイント説と呼ばれています各個人にはそれぞれに異なる一定値の体重を持っており それを守るために中枢神経系が機能して、体重の平衡を維持しているとする説です。体脂肪の増減を脳に知らせているのが肥満遺伝子産生物のレプチン、レプチン。人のレプチン地中濃度は体脂肪の割合と相関しています。レプチンは脂肪から脳への信号を伝えるホルモンでこのホルモンの受容体は主に 脳の視床下部に存在することが分かっています。痩せても体重が戻ってしまうのはリバウンドではなく、遺伝情報として体重が記録されているというのです。セットポイントまで、体は必ず体重を戻そうとすると考えてみますと、運動をせずに、カロリー摂取を極端に抑えた、バナナだけ食べるとか、納豆だけ食べるといった単品ダイエットでは、体重が減るときは、 主に筋肉と脂肪。しかし増える時は脂肪だけが増えるのですもう一つ脂肪が余分についたと思う箇所例えば下腹顎の下二の腕などは骨や筋肉の支えが少ないところですあるいは筋肉はあってもあまり動かさない筋量が少ない動かさないでいるということは基礎代謝も下がってしまいます エネルギーを燃やさずに酸熱が少なければ治流も良くない燃やされない脂肪はそこに止まるしかないのですさらにもう一つ体は恒常的に自らを守っているということおなかりの脂肪が減らないのは脂肪層を厚くすることで弱った内臓を守っているという意味がある脂肪層が断熱剤となり 体外への放熱を防いで体温を保持ししようとします。体温が高めであると健康に有利であることはこれまで説明してきましたので大丈夫ですね。これらの理由から脂肪は必要があってそこにあるのです。ですからそのあたりを根源的に改善しない限り脂肪が減ることはありません。急がばめぐれ体重を減らしたいならば。 適切な運動と食事、ストレスの軽減策を講じることです。これまで説明してきたように、ダイエットの基本は健康法と同じということになります。